復活、青柳、坂本バッテリー。今日の青柳三振取れてるの強いな。今日の青柳はコントロール良くて割と安心。青柳完全に復調したか。よし、青柳復調したな。梅の次回は頼むで。次も坂本と組ませろよ、どんでん。阪神キラー松山に仕事させてないのは偉い。大体やられるときこいつや。青柳さん復活、来たな。よう投げたわ。次も坂本でもう一回試そう。梅野は今後濃紺の落ちる球で三振取るピッチャー専門やな。坂本は打撃をなんとかせな。スタメン増やせと言いづらいんやな。なんとかしろ。坂本と梅野って何が違うんや。そんな差出る要素あるんか。青柳は打たれる、抑えるを繰り返すなら今季は中13でもいいかもね。青柳がこれだけ抑えてるの久しぶりに見たわ。今年の青柳さんは坂本の方がええみたいやな。素晴らしい7回1失点。青柳お疲れ。坂本の方が明らかに青柳早い感じやわ。やっぱりキャッチングはかなりうまいな。こんな良ければ買いにくいな。今日の青柳珍しくいいな。宝石のような青柳帰ってきたな。今日はエース青柳が帰ってきた。7回に三振すげえな。さすがに交代なんかな。青柳復活した。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。